小泉一馬でございます。なんかツイキャス漫然とやってるんですけれども、さっきあきさんという方からお茶ってもらいました。お茶ありがとうございます。濃いお茶飲んでるところなんで気合が入りました。ありがとうございます。まあだけどこのね、おやつ食べながらですいませんね。このなんつうんですか、沖島遊園地の内緒のお話ですけど、さっきも言ったんですけどね、本当にね、問題が多すぎて、闇が深すぎて、どう質問したいのか本当に困っちゃいますよね。もうだってこれね、話し始めれば一晩中でも話さなきゃいけない、そのぐらい問題がこのファイルの中に詰まっちゃってる感じですよ。でね、そうだ、今ツイートしようとしてたんだよね。あなたの両方情報ですけれども、青木島遊園地と関係があるようなないような情報なんですけどね、教育委員に鷲澤浩一さんという方を選任したいんだっていう説明今日受けました。で、小泉はね、そんなの嫌だって言ったんですよ。あのね、鷲澤浩一さんっていうのは鷲澤翔一さんだから、今の荻原市長の前が加藤市長で、その前が鷲澤翔一さんっていう市長だったでしょ。で、その人の息子さんです。だから住平コーポレーションの社長なのかな。で、教育問題に造詣深いって言うんだけど、それ本当かもしんないけど、どうなのって感じだよね。だって教育委員会の教育長にね、丸山さんっていう方が今ついてるんだけど、その人は全然教職の経験ないんですよ。で、市の行政バタ歩いてきた方なんですよね。で、なんかギガスクール構想もやんなきゃいけねえし、そういった行政と教育委員会の接点、その何、連携しながらのね、取り組み必要になるからっていうことでついちゃったんだけど、でもこの人って俺非常にね、脳裏なんですよ。鋭いんですよ。できるんです。だけど教育長はどうかなって俺思った、で、いまだにね、でだからそれついたのは去年の話ですよ。いまだにその前の教育長の近藤教育委員に、今格下げになっちゃってるけど、近藤教育委員がなんか頑張らなきゃいけない場面があるような風に小泉は見ています。だからね、やっぱり持ち屋っていうのもいけないし、その教育委員会でね、教職の方偏重するような人事構成になってもそれはまたいけないけれども、やっぱり、ね、トップの方は子どもの方が分かる方、子どものことを考える方じゃないといけないよねって俺は思って、丸山教育長の選任には反対しました。っていうのはね、あれなんですよ、デザインウィークなんですよ。デザインウィークってまた今年も証拠りもなくやるけれども、あれ俺は豆苗祭りパクリ祭りって言っててもう皆さんも小泉一馬散々吹聴してるんで知ってるかもしれないけれども、東京のデザインウィークなんですよね。もう同じような同じルーツの団体がそれやってるんですよ。で、東京デザインウィークっていうのは神宮外苑で、まあ、ジャングルジムの木製みたいなのを出しといて、そこに、裸電球から火がついちゃって、で5歳の子供がね、遊んでたけどそこで焼けて亡くなっちゃったと、そういう事故を起こしたイベントですよ。それがね、東京でできなくなっちゃって、地方に進出してって長野市に来て、地方創生交付金6000万取って、それでなんとか食いつないでいた、そのお手伝いをしたのが当時商工観光部の部長だった丸山さんですよね。だから5歳の子供が亡くなったイベントを長野市で生かす、それをどう思うんですかねって、ご遺族の方はって、質問したことありますよ。で、問題ないって言ってました。問題ないって言ってましたよ。ご遺族の方には心からお悔やみ申し上げますがとか、そういう枕言葉つけないで、問題ないですからね。では子供のこと本当にこの人考えられるのかなって思います。
でそういう方が、教育長になっているってことについては、まあそれはねもう決まったから俺もその人嫌だよなんてもう表立っては言わないけれども、だけどなんていうのかな、その適材適所の人事になってるんだろうかっていうことですよ。いや教育長の時だったこの人は適材適所ですって言ってましたよ。だけどじゃあどういうところが適材適所なんですかってその時の加藤市長に聞いたって答えられなかったよね。だから適材適所っていうよりはね、なんかその市長の周りの人間関係、人脈、世話になった世話にこれからもならせてもらうみたいな、あるいはこいつは俺のことを言うこと聞くからみたいな、そういうんでハマってく人事に、教育関係の人事なんかしちゃいかんじゃないですかと俺は思うわけですよ。でその丸山教育長の人事のこともあったし、だからその鷲田浩一さん、鷲田翔一さん、前の市長のね息子さんの能力は俺正直言ってわからない。本当に教育行政に長けた方かもしれないやってることは、まあ商社みたいな建築屋さんみたいなことだけども、まあどこで子供と接点を持ったんだかわかんないけどもさ、まあそれは俺の偏見かもしれないし、本当にそういう能力があるかもしれない、あるかもしれないけども俺にはわからないだし、そういうね市長周りのなんていうの、社会的に地位の高い方に任せとけば誰も文句言わねえだろうって、で間違いないだろうって、で無難だろうって、そういう人事もうやめようよって、俺は今朝その鷲田浩一さんを教育委員長、教育委員長じゃない、教育委員に選任するっていうお話を受けたまわった時、西澤副市長にはっきり言ったんですよ。でそういうことやってるからね、青木島遊園地みたいな話に出てくるんじゃないですか。青木島遊園地廃止、たった一人のクレーマーのお宅がいたから子供の遊び場潰すってことになってるでしょ。あれだってそのクレーム得てる方かなり社会的地位が高い方ですよ。だってね、聞いてればさ、ちょっと図面見せますね。あの遊園地の図面ですけど、これ、情報公開請求でね出てきた書類なんですよ。どれがいいのかな、いくつもあるんだけどね。あ、これがいいのかな、これうまくない、結構ねよいしょ、まあこんなね、これほら公園の図面なんですけど、木を植えましょうっていう計画なんですよ。ほんで運転、あの子供がほらぶら下がって移動する遊びの道具移動しましょう、それから入り口もね位置を移しましょう、そういう工事を計画してますっていう図面なんですけども、これなんでこんなことやんなきゃいけなかったかっていうと、そのクレーマーさんがそういうふうにしてくださいって言ったから始まった工事なんですよね。でこんな植栽整備して、で出入り口もねせっかく作ったやつ付け替えるなんて無駄な工事、小泉が言ったってね市議会議員が言ったって、はい分かりましたすぐやりますなんてならないっすよ。だからその上級国民、社会的に地位が高い人だからこういうことが可能だったんじゃないのって小泉は思ってるわけですよね。はい、お忙しいところありがとうございます。いえ、はい、失礼いたします。ありがとうございます。失礼します。今青木島小学校の教頭先生とお話しさせていただいたですね、そのクレーマーさんの言動発言についての確認をさせていただいたというお電話でございました。で、なんだっけ、話してたよね、その鷲澤浩一さんの話ですよね、だからね、その青木島遊園地のクレーマーと俺は言っちゃうけれども、苦情を入れてくる方もかなり社会的地位が高い方なんですよ。だから市議である俺がね、言ったってすぐホイホイって
事業化してくれないようなことがスッと動いちゃうわけ。これね、本当に長野市の闇だよね。上級国民っていう話あったじゃないですか。なんかお年を召した元高級官僚っていうのかな、研究職の方だけども、まあ人跳ねちゃったけれども、なんかそんなにね、扱いが厳しくない、ぬるいみたいなお話ってあったじゃないですか。いやいや、そんなこと法治国家の民主主義の国日本でないだろ、考えすぎだって俺は思ってたけれども、でも実際ね、そうなんだよね。長野市もそうなんだよ。俺笑いことじゃないんだけども、本当に笑いとバスぐらいしか俺には方法ないから笑っちゃってるけども、そんなことじゃいけないよねと思って俺は今質問準備してるわけです。でも本当にね、やばすぎると誰も何も言わなくなっちゃうよね。これは本当にそういう件だと思いますよ。やばすぎるから今のところメディアもね、何も騒がないじゃないですか。まあ取材がなんかね、取材に入っているメディアがっていうのはなんとなく伝わってくるけれども、じゃあいつやってくれんのってとこですよね。まあもっとも今さ、あの県議先生がこう捕まっちゃって、もうそればっかになっちゃってるじゃないですか。みんなの関心もそればっかになっちゃってるじゃないですか。だから紙面もね、それに捉えちゃってますよね。だからちょっとこのネタ出す場面ではないのかなとも思うけれども、じゃあいつなんですかっていうことも思ったりもいたします。まあそんなわけで、質問どうすればいいのかなって悩んでる小泉ですよ。まあそりゃね、上級国民が一言言えば子供の遊び場潰しちゃう、一言言えば植栽ホイホイ植えちゃう、で入り口も移す工事ホイホイやっちゃう、そんなことはなかなかね、現実味がねえじゃねえですか。だから書けないよね、なかなか。もちろんね、そんなちっこい公園のことで、ちっこい遊園地のことでいちいち書くんかいって、そういうこともあるかもしれないけど、そういうエクスキューズがつきやすい事例でもあるんだよね。だから本当にかわいそうなのは子供たちですよ。まあだらしない大人たちがね、俺たちの遊び場なくしちゃったんだって言われないように小泉は頑張りたいと思うけれども、本当にね、この件ね、まあ、地域の方も問題あってもなかなか味方しづらいみたいですね。声を上げていけない感じになってみたいです。そんなね、子供を弱い人にガンガン言ってくのかな、俺わかんないけども、そういう人だとしたら、そんな人に関わるとこっちの方が身が持たないから、まあ黙っとけやみたいな風になってっちゃうんですよ。それが思うツボだって分かってても、で自分の生活守る方が大事、分かる、本当に分かるけれども、味方してほしい。いや俺もほら、青木島に住んでる、その江北地区に住んでる議員ならさ、まだ説得力はね、もっとぐんと増すんだけども、その青木島江北の議員、何も言ってねえじゃねえかって、なんでおめえが言うんだよって、そこなんだよね。いや俺からすれば、その江北の議員何やってんだってことだけども、まあひっくり返せば江北の議員、改革ネットに2人いて、それから親友会に1人いるわけですよ。この3人の議員が何も裁かねえのに、なんでお前よそから来てそんなこと騒いでんだって、住民のことかき回してんだってなっちゃうんだよね。それが本当にね、切ねっすよ。はあ、誰かが言ってかなきゃしょうがねえじゃないですか。いや本当に子供たちがかわいそうですよ。
誰かね、一人ぐらい、僕たち、私たちのね、思ってることを言ってくれる大人がいたんだって、いるんだっていうふうに思えるような、なんかね、一条の光を 彼らには感じてほしい。まあもちろんさ、その小学生だから大人の世界のことなんかわかんねえし、小泉の声だって届かねえと思うよ。で、お前たちのために頑張ったんだからって、そういうおおきせがましいことを子供に言うつもりもないけどさ、さっき言ったかな、アキさんって方からね、お茶もらった。お茶って何なんだろう、なんかポイントがつくのかな。ありがとうございます。こんなシステムあるんですね。ありがとうね。嬉しいです。応援してくれてる人がいるっていうのは嬉しいです。本当に嬉しい。ここなんだよな。だからね、話ちゃんとまとまってなかったよね。鷲沢浩一さんの教育委員選任の議案が議会に出てくるみたいだけれども、俺はちょっと賛成できないなって。これまではね、その人事案件、市の言ってることを信用してきたけれども、だけど、まあ、社会的地位が高いっていうだけで、その人の言葉ね、重んじるっていうことが分かっちゃったんですよ、今回の青木島遊園地の件で。そんな一部の人のためのね、政治、一部の人だけで動かしてるような長野市政にしちゃいかんじゃないですか。いや、そりゃね、で、その鷲田浩一さん、本当にいい人なのかもしれない。だけど、前の市長、前の市長の息子でさ、ほんで会社社長でさ、ほんでなんかいい大学出ててさ、だから何って思うよ、俺は。だから子供と今までどういう接点を持ってきたの？そこは経歴書を見たけど書いてないしね。あんまり俺も人事案にはうるさく言ってこなかったけど、今回はね、反対するかもしれないです。一応ね、この鷲田浩一さんが、教育委員に選任されるっていう人事案、内々に打診があったってことは、まだね、公表されていないんで、独断でですよ。今ちょっとツイッターで打っちゃおう。